今日はフォア側をバックハンドで取る極意、聞いてください。フォア側のストレートに来たシャトルをバックハンドで取る解説をしたいと思います。まあ下であったり、あと肩口であったりっていう時に、ラケットをしっかりバックハンドで、スマッシュレシーブ、プッシュレシーブをしっかり返すのを、ぜひ見てもらいたいので解説したいと思います。フォア側にシャトルが飛んできたときにしっかりまずバックで取ることのメリットとしたら、バックハンドで全部レシーブをしてしまおうっていうふうに決めておくと、迷いがまずレシーブでなくなると自分は思っています。フォアハンドを使う、こっちはバックハンドを使うっていうふうに自分で分けてしまうと、ここに来た球を本当はバックハンドで取れるのにフォアに自分で切り替えないといけないっていう迷いになって、いいショットが打つことができなくなってしまう可能性があります。まあ振り遅れて外に出してしまったり、うまく打てなくて前で叩かれたりとかするケースがあると思うので、レシーブはまあ、こっち側の面であってもバックハンドで取ってしまうというふうに決めることが、まずエラーを少なくするための、ルールかなと自分は思っています。まあ、そのためにも、まあ、自分の内側に来た時はバックハンド、こっち側のフォア側に来た場合もしっかりバックハンドで処理できればレシーブの幅もしっかり広がると思うので、しっかりバックハンドでここですね、肩口であったり下であったりをしっかり振れるようにすることが大事かなと思って今日ご紹介します。レシーブの位置はですね、バックハンドのレシーブなので、しっかり当たるヒットするポイントはですね、左手でラケットのヘッドを持っていただいて、ここに1枚の壁があるように、イメージをしていただいて打ちます。それがそのまま横にここにスライドして、ここにも壁があると思って打つことがまず大事です。そうすることによって自分の目でしっかりラケットの面を確認することがまずできます。肩口でもしっかり体の前でしっかり自分とはこのぐらい手を伸ばしたところぐらいの感覚は必ず空いているレシーブ、バックハンド上もそうです、距離感としたらこの腕の長さ分がしっかり体から離れて打つところが一番自分が目線を送れるところ、しっかり面を確認できるところなので、そこでしっかり打つことが大事かなと。よくですね、バックハンドのレシーブ、ここ、左手の方ですね、左手の方のバックハンドのレシーブ、体の正面で打つときは、体よりか前で打って、レシーブするときに面の確認をすることができるんですけど、どうしてもこっち側のフォア側に来たときは、急に自分の体の横で打ってしまう方、そうすると自分の目で面を確認するのは非常に困難になると思うので、しっかり先ほどと同じこの壁があるこのラインですね、このラインでしっかりシャトルをさばくようにすることがまず大事かなと思います。あとはですね、自分の力が一番伝えやすいように打っていただきたいので、必ず右足をですね、羽の方にしっかり踏み込んで体重はしっかり乗せて打てるようにした方がいいと思うので、棒立ちで振るのではなくて、しっかり足を踏み込んでしっかり力を伝えるということが大事かなと思います。
ここの肩口を出す、手の動きなんですが、構えていて基本的にはしっかり肘を横に開いてあげて、手の甲がですね、今自分が向こうから打たれるとしたら手の甲が、左手の方にしっかり手の甲が向いていてグリップをしっかり支えて面が作れている位置が、正しい手の、ポジションになります。よくですね、力が、どうしても乗らない人、上手に打てない方の場合は手の甲が、前に向いていて面をまず、できたとしても手の甲は前に向いていてこういうふうに打ってしまったり、あと円を描いてこういうふうに打ってしまう方、こうですね、こういうふうに打ってしまう方はシャトルの力に押されて、なかなか遠くに飛ばす、スマッシュレシーブ、プッシュレシーブだとドライブで返せないとかそういう方が多いと思うので、まずここの手の甲が前に向いているんであればしっかりまずグリップを持ってもらって面を作って手の甲は左手がある方にしっかり向くということがすごい重要です。これ正しい、はい、ダメ、これが、できることによって、しっかり力強い球、スマッシュレシーブ、プッシュレシーブに返せると思うので、まずここをしっかり自分の手がどういう風になっているかっていうのをチェックしていただいて見てもらえるといいかなと思います。で実際にこう構えていただいて先ほどの、壁があるラインまでしっかり肘を引いてまずいきます。その後はですね、バックハンドなので、海外をしてしっかり打つことがまた大事かなと思います。素振りをしたらこう、実際はまずこっち側にまずしっかり肘を出してそのまんま海外をする、肘を出して打つところを確認して海外をする、基本的なこの動作を連続で行うと少しここにこう円が描かれているっていうイメージが一番理想かなと思います。こうですね、構える、ここの戻すところがこう入るとここにこう円が描かれている、こう大きなこう深円ではなくてしっかりイメージして振るとここにこう長細い楕円がこう描かれているようなイメージが一番いいスイングをしていると思います。そこを意識することによって先ほどの手の甲が前、そして丸く、返している方は少し意識してしっかり持って振ることが大事かなと思います。あとは自分が当たるところがしっかりまっすぐ向いてドライブ系なのか、それともスマッシュレシーブで少しタイミングを早く捉えてラケットの面を上に向けてスマッシュレシーブをするのかっていう風に、基本的には振り方は一緒なんですけど当たるポイントがここであったりここであったりするだけなので、そこをちゃんと自分で意識してまず見えるところで打つことが重要かなと思います。素振りだけですね、一生懸命やってもどこで自分が打ってるかっていうのが確認ができないとエラーをした時の修正する、ことが自分でやっぱ把握ができないと思うので、しっかり自分がどこで捉えて打ってるかっていうのを意識しながら練習することが大事かなと思います。足を踏み込んで、毎回こうスイングしたいんですが、足にも、使い方があって、基本は、イーブンで構える場合はそのままシャトルが入ってきた時にはしっかり横にスライドしてしっかり右足を踏み込んでスイングをします。それか、羽が来て自分から迎えに行く
時は右足がしっかり前について打ちに行く。まあそうですね、強いドライブとか、まあ、ロングリターン、スマッシュレシーブもそうですけど、そこはまず使い方を自分で、その羽をどういう風に打つかによって選択すればいいかなと思います。決して一つだけではありません。また例えば大きく、ロングレシーブして時間がある時は左足を前に出して、ここですね、ここに空間を作ることによってラケットをすごい振りやすくして構える時もあるので、イーブンであったり右足踏み込んだり左足が前になって右足を引いている場合、この3パターンはですね、自分がどういう時に、どういうショットを打ちたいかによって使い分けるのがいいかなと思います。でも、まあ、必ずこういう風に構えなさいとかそういうわけではなくて、まあ、使い方をしっかり自分で、チョイスしていくっていうことが非常に重要かなと思います。確かにですね、こうやって左足が前、右足が後ろで構えることによって、今までこうイーブンであるときはラケットが横にいたとき、この右足が邪魔になるということもあるので、そのときはしっかり左足を前に出してここに空間を作ることによってレシーブはやりやすいと思います。まあ、ましてや内側のこっち側に来たときでも、そのまま自分の体の前で打つので左足はですね、邪魔になりません。なのでこのラインで打つ、ここをしっかり体をこう入れて打ちたいといったときには、この構えはベストかなと思っています。まあ、それはですね、プレー中さまざまな羽が飛んでくるので、その状況に合わせてイーブンで構えるときもありますし、右足を前で構えるときもありますし、今お話しした左足を前にするというときはあるので、そこはしっかり使い分けが重要かなと思います。やってみてください。